の見え。でかすぎる。一番でかいの。玉ねぎも美味しそうで、ちょっとここのブースもとっても美味しそうなものがたくさんあります。で、熊も玉ねぎを取ろうとしてた。うわ、違う大丈夫、先生プロックがもう、うーんってなっちゃうから、うーんって危ない危ない。ほら、プロックもくまモンも見てください。午前中はね、紹介させていただいたんですけど、こっちは甘くて美味しいお菓子だったりおせんべいが売られているブースになります。お願いします。こんにちは、山形です。こんにちは、サンプラザ山形から来ました。桜井の横にあります。こちらから来ました。最初に残念なお知らせが上がると、お願いしたいと思いました。お詫びに、次回させていただくために、ちょっとだけやってみてください。ありがとう。このまま、なんか、総合宣伝はまだありません。ほぼ 20%。 ありがとうございます。でも今コロン君が試食を配っているそうなんです。コロン君美味しいね。私はもう私もゲーやってる。はいはい。今こちらコロン君が配っている試食の羊羹、山形の羊羹なんですけど、もう羊羹ね、珍しい羊羹らしくて、ね、完売してしまったんですけど、皆さん他にもまだまだ美味しいお菓子あるのでお手に取られてみてください。またお盆で遊ぶとかな。違うて。うん。じゃあこちらのブースはそうそうお茶のブースになってるんですけど、じゃあ早速 PR お願いします。やると思ってた。山形から来ました小山誠一と言います。あきらやる。本日もですね、ギャバロン茶そのようないろいろなお茶を持ってきております。で、今夏場にはですね、このチャスティっていう簡易の茶こしですね、これ非常に便利なやつで、ペットボトルにそのままつけて使えるというようなやつなんで、冷蔵庫とかでは使えるかなと思います。で、後ろの方からしゃぶり上に言われるんで、今この流行りのデロナダですね、これがギャバ成分のお感じした飲料になりますので、これと同じような成分のお茶ですので、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。聞いてた？まだ遊びよると。で、黒部石田健って、ね、美味しいお茶のお話、ね、させていただき、あ、いただきましたけど、ちょっと聞いてた？大丈夫？隠れてた？隠れてなかった？何ちゃんとお話聞いてたって。あ、話聞いてなかったの？もう聞いてなかった。今日も後でしっかりね、商品ば見とってください。そうそう、お茶のね、美味しいお茶の簡単にもね、お茶入れられますっていうお話でもあったので、皆さんね、気になった方はぜひ、そうそう簡単にね。何お茶葉簡単入れてから、芯も汁みたいですかね、みたいなので、皆さんまた熱中症にも気をつけて、お茶もしっかり飲んでいってください。